今日は1,2,3,4,5,6,7,8人。7人です。7人。送り。あ、はい。多分この間編集でカットされてる。やめて。いいでしょ。まだ出てない。出て。結構出た。何使うのかな。何使いましょうかね。イカメタルリーダー。これがすごいいいよって、あのカメヤ店員が。これ河合さんがおすすめする。そうそうそう。ガマカツの。いいそうです。はいはい。超久しぶりのイカ釣り。竿はね、67サビアのオフショアバージョン、トロフォンドです。リグはオバマリグ。いやー、梅雨も真っ只中だけど、今のところ雨に降られずに済んでます。青空見えるもんね。お小さい。ああ、プロトロットで初ヒット。プロフォンドがいい感じで曲がってるでしょ。ちょうどいいよね、イカメタル。ライト検査機やるのが。小さいです。よいしょ。こんなの。いえ。え、これでいいサイズなの？あ、そう。よっ。うもう、すっかりイカの扱いを忘れてしまってる。うわとか言ってる。この色は船のライトに映えるね。いいね、これね。決定。いやいや、まだプロトです。で、スロージギングと平らばにはもうバッチリだった。あとはイカだけ。イカだけ検証しようと思って。広いね。よっしゃ、また来た。サビア感度いい。あ、だいぶ重たい。これは2人で釣ってるんじゃない、多分。2人で1杯。これ重たいじゃん。さっきより重たいぞ。おお、えらいぐんぐん引いてるな。ぐんにょんぐんにょん。よし。重たい。よいしょ。イエーイ。
素晴らしい。うわ、なんか全部底ベタでヒットしてる僕のは、ね、そろそろなんか浮いてきてもいいかなと思うんですね。うん、完全に底ベタ。あ、2杯ともで今、あ、来た来た、やっぱ底ベタで、シンカーそこにつけて待ってたらギューッと出てた。なかなかスタートから好調です。あ、今度はすっての方に出てきてる。よっしゃー、順調。竿がいいんだよ、これ。手元が作った竿ですか？竿がいいです。いい気。2.5 分焼きです。ちょっと一杯かけてみて感想ちょうだい。ここ置いとくね。左巻きだけど大丈夫かな。はい。次の道具も出されるんですか。いや、あのブルーのがプロトのロットだけど、おライトオフショア全般です。タイラバスロジキ、はいはい、イカメタルが全部高次元でできるように。ああ、一本でいいですね。今結構びっくりしてもらってるんですよ。ティップが全然バタつかないから、ピタッピタッでキュッとちゃんと入るし、なかなかね、ずっと夏になったら必ず毎年やる人たちはいいけど、そのために剣先座を買うっていうのもね。でもあれ一本あったらほぼ根魚釣りから全部できるよってなると喜ぶんじゃないかなと思って、あの竿でお客さんが瀬戸内の平場の乗り合い船で2回竿頭を取ってます。すごい。よく引く。スルメか少しサイズのいい剣先かよく弾きます。多分スルメだと思う、強いから。大剣ならいいのね。お、リーダー入りました。やっぱスルメだった。こうなるよねってやつよ、本当に。スルメ。よし、大剣来たかと思ったらスルメやね。あ、そうね。ギュンギュン。あ、茶色くなってる。指の付け根が茶色くなってる。なんだそりゃ。何で茶色くなるんですこれ。なんで茶色くなるの。イカの呪い。いやー、重量感があって楽しいです、この曲がり。メバルロットのプランクでちょうどいいね、剣先って。うん、お、すってに抱いてる。エギじゃなくて。ほい。
おお。激丸強し。あ。ああ。ああ。ああ。一緒。カウンターいくつまで行った？40でした。あーすごい。おおおおよいしょよいしょよいしょ。気になる気になるこれ。あと30分です。